夏の大三角夏の大三角あるいは夏の大三角形はの三つの星を結んで描かれる細長い大きな三角形をしたアステリズムである。三世の内ベガとアルタイルは七夕の伝説における織姫と彦星である。北半球の中緯度地域では春の早朝から見え始め11月の夜まで見える。夏の間はよく見えるが日本では七夕の時期の一皿は まだ夏の大三角は昇ったばかりであり、また日本は温暖湿潤気候に当たり梅雨があるため曇りまた雨の日が多くよく見えない。旧七夕や月遅れの七夕に当たる8月上旬の方がよく見える。9月になると一皿の頃ほぼ天頂近くに来、街明かりが少なく条件が良ければ空を縦断する天の川も見ることができる。 南半球では冬季間の低空にひっくり返って見え、北の三角形と呼ぶにふさわしいものとなる。夏の大三角という呼び名は、1950年代からイギリスの天文普及家サー、パトリック・ムーアが使うようになってから一般的にも知られるようになったものである。ただし、ムーアによって草案されたものではなく、オーストリアの天文学者、オスバルト・トーマスによって1920年代に、 グローセス・ドリエックと記述されており、トーマスはまた1934年にはサマーリー・シェイズ・ドリエックと記述していた。それ以前にもオーストリアの天文学者、ヨセフ・リトローは1866年に出版した製図の本文においてよく目につく三角形と説明していた。また、三つの星を最初につないだのはドイツの天文学者、ヨハン・ボーデで、 1816年に出版した書物の中の製図においてであったとされる。ただし亡では星と星とを繋いだものの、それに対して何ら名称は与えていなかった。1776年にフランスの玉木製作者ジャン・フォルタンがパリで出版したフラムスティード製図の第二版では三世の内ベガとアルタイルしか結ばれていない。当時、 デネブは最も明るい一群の星すなわち一等星にランクされていなかった。なお、アルマゲスト初衆のプトレマイオスの製表ではアルタイルも二等星だった。日本で誰が最初に夏の大三角あるいは夏の大三角形と呼んだのかは今のところわかっていない。英文学者であり天文民族学者として知られる野尻法栄は 1947年の著書において、夏の大三角という呼び名を用いている。一般向けの天文書籍の著者として、多作で知られる藤明は、1969年の書書本から、夏の大三角について触れ、以後のほとんどの実書で一貫して、夏の大三角を、夏の星座を探す目印として、積極的に取り上げている。日本の一般向け天文雑誌においては、 月間天文の前身である天文と気象において1965年8月号に夏の大三角形として紹介がされている。月間天文ガイドでは1969年8月号で夏の大三角の記述が初めて登場した。1978年に創刊された後発の星の手帳においては創刊号から夏の大三角について記載があり、 そこではすでに一般に広く普及した知名度のある国として扱われている。教育現場においては、戦後間もない検定教科書において、この三つの星を図解で結んだ紹介はあるものの、夏の大三角という名称は使用されていない。この三つの星の並びに名称が用いられたのは、1971年発行の複式学級用の教科書からで、ここでは、 大三角という呼び名が使用されている。夏の大三角という名称の使用は、1983年発行の東京書籍の教科書から見られるようになり、以後多くの教科書で採用されていった。2004年検定の教科書では、6社中5社が夏の大三角を教科書に採用している。夏の星空を楽しもう。アストローハーツ2013年5月11日。 閲覧。リトロ、JJ、アトラスでジェスチャントンヒマルス、ベルリン、1886、フラマート、H、クロンバーグ、CH、ジーン・ニコラス・フォートン・セズ・ハット・フォートン、J、プラニスフィア・ポアーレ・アリーニアマン・デ・プリーン・サポラス、エトワール、アトラス・セレステ・でフラムス・チード、パリ、1776、PL、30、構成者編、フラムス・チード・テンキューズプ構成者、 1943年、津30。矢部内清志役、アルマゲスト構成者構成格。1982年。新星座巡り、野尻邦永、研究者。1947年、P92 から93。天文学への招待、藤井明、川出処防新社。1969年、P46。 小型カメラによる夏の星座写真の写し方、月間天文ガイド1969年8月号、西文堂新興者、1969年、P33、複式学級用楽しい理科第3から4学年用、4年下複式理科研究会、1970年4月10日、検定、P19、新しい理科語条東京書籍。 1982年3月31日、改定検定 P54 ありがとうございます。